お久しぶりです。エテポンゲです。素敵なモンスターやっていきます。はい、ポケットモンスター、ポケットモンスターの、オメガルビー一段落ついたので実況再開させていただきます。はい。もうだいぶ間空いちゃってさ、忘れちゃったんだけど、前パートは編集が終わってなくて、ずっと保存してたやつなのであれなんだけど、今回からはほんとポケモンクリアする、オメガルビー発売されてさ、だからほんと何ヶ月 ?1、2 ヶ月ぶりぐらいの素敵なモンスターです、今日は。はい、いや本当はやりたかったんだけど、やりたかったんだけど、やっぱオメガルビーの方がもっとやりたかったんで、まあ偽物なんでね、こっちは。偽物とか言っちゃいけないけど、本物ですよ、この素敵なモンスターも。なんでね、とりあえずこいつは、端っこの方にこう追い寄せて。いいわ、ほっとこう。で、最後の部分、編集しながら、ちょっと振り返ってたんだけど、ハネボーの色違いが今出るってんで、何回かね、ここで今戦ってたんだけど、出ないよね。出ない。で、この実績の館でさ、ここ。300回以上ってあるから、それぐらい戦えば出るかなって思ったんだけど、ちょっと変にね、なんかレベル上げしすぎちゃってさ、簡単に攻略するのもなんか面白くないなって思ったんで、ちょっと切り上げてさ、実績の館は、まあ、ぼちぼち気づいたら戻ってくる感じで行こうかなって思う。無理やりね、そこでクリアする必要もないと思うんでね、なので今回はここ。マチスケ。マチスじゃないよ。マチスケね。前回の終わり際にね、ちょっと顔出したところね。ここ、攻略していこうと思います。はい。ちょっと技の確認させてね。全く覚えてないんだよね。鼻くそキャノンはもう忘れないよ。全然忘れないよ、鼻くそキャノンは。ついでに麻痺させちゃう最強技だからね。で、刺身スラッシュ。MP 減らす。岩を飛ばして攻撃。素早さ。味方単体のヒットポイント。回復。回復系。混乱。これもまあ使えないこともないか。OKOK。で、こっち、アマゾンの、は。まあ、こいつは。デバッグで異常直し、攻撃力を上げる、味方全体スーパーチャージ使えるな。麻痺、まあ敵全体攻撃、この雷落としがやっぱ優秀かな。で単体だったらビリビリの方がいいね。ワンチャン麻痺あるからね。で最適化、敵単体の、落雷、まあ落雷使うぐらいだったらビリビリだな。OKよし。よし、セーブしとこう。はい、では、ここ、何タウンか何シティかちょっと忘れちゃったんだけど、マチスケ倒しましょう。俺たちマチスケ様を守る正義の戦士、電撃戦隊サンダーズ。まずはこの俺、サンダーズブルーが相手だ。はい。はい。あそこはあれなんだね、電撃サンダーズの直哉じゃなくてさ、短パン小僧の直哉になっちゃうんだね。はい、お願いします。まあ草タイプなんで、違う、こいつが草タイプだ。電気だろうから、ストーンショットじゃないの。このなんかポケモン的考えは消した方がいいのかな。ビリビリは無理か。メガスラッシュ、20、素早さ落としたな。
くかな。やってみよう。うん、メガスラッシュ効かない。はい、了解しました。あ、弱い。はい、お疲れ様でした。ブルー、ブルーお疲れ。うん、俺の次はグリーンがいるぜ。はい、わかりました。あー、回復しに行った方がいいかな。まあ、とりあえずトレーナー倒そう。うん、とりあえずね。おい、グリーン、マチス様に挑戦とは命知らずの子供だな。このサンダーズグリーンが軽くひねってやろう。はい、クーロン。リーフウィング効くかな。やってみよう。あー、まあまあまあ普通だね。ちょっと任せろ、してみる。何打つ。メガスラッシュに通常攻撃したな。あ、 MP がないのか。 MP がないんだったらやっぱ回復しに行った方がいいな。ちょっとはできるようだな。だがサンダーズにはあと1人イエローが残っている。頼んだぞイエロー。え、3人なんだ。え、ブルーとグリーンとイエロー。あ、レッドはマチスケってこと。いやいや、もう1人いるけど。え、レッドがマチスケ。ん、ピンクは。ピンクとかちょっとポケセン行こう。あ、ポケセンじゃない、捨て線行こう。捨て線、赤。はい、回復さして。うん、このさ、ハネ棒のさ、この色違いな。なんかアイテム落としてくれるっていうからさ、探したいんだけどな。どんぐらいの確率なんだろう。相当低いんかな。よし、行こう。復活してないよね。あ、よかった、よかった。復活してるとか、なきにしもあらずだからね、このステモンは。ステモンに限ってはあるからね、普通に。サンダーズの中で一番実力を持つ私、サンダーズイエローを倒せるかしら。あー、君がイエロー。君がイエローかい。2体か。2体か。全体技なかったっけな。ないよね。じゃあ、ウィンドウブレイク。オウムから倒そう。メガスラッシュ。あ、ウィンドウブレイク強いね。入る入る。だいぶ入るわ。MP 使うだけのことはあるね。まあ、言うても6だけどね。オウム。これで死ぬんじゃないかな。おい、オッケー。うん、これでいこう。ウィンドブレイク、メガスラッシュ、オッケー。行きなさい、マチスケ様が直々にあなたを、コテンパンにしてくれるはずよ。はい。これがマチスケ？これがマチスケなのかな。うん、回復は大丈夫。あー、危ない危ない、間違えた間違えた。オッケー、行こう。君か、マチスケというのは。違う。あ、違うんだ。なんかみんなから最近ハブられてる気がする。あ、どうも、サンダーズゴールデンです。はい、いや、多分ハブられてるんだと思うよ、それは。うん、鼻クソキャノン。メガスラッシュ、アキオスちょっと強そうなんだ。アキオス強いよね、確か。結構強かったよね、アキオシか。アキオシから行こう。ウィンドブレイク。うん、なんか下げられた。なんか下げられたけど、大丈夫だ。はい。鼻クソキャノン。鼻クソキャノン好きだわ。あ、レベルアップ。
うん。もういいよ、どうせ僕なんてもう。いや、ゴールデンとか言うからさ、はぶられるんじゃないの？うん、多分そうだと思うよ。こいつだね。うん。はい。回復しておこう。うん。飲み薬。MP もちょっと不安だな。桃ゼリーもったいないかな。なくなってから使おう。うん。まったく、サンダーズ、かっこ笑いは何やってるんだか。俺の名前はマチスケ、電気タイプのステモンが大好きなんだ。でも、ステモンバトルはそんなに好きじゃないんだ。だって、だるいじゃん。君、そんなに俺とバトルしたいの？どうでも、どうしても。さあ！いやー、やっぱりこの、ステモンのね、BGM は神がかってるね。うん。ジムリーダーマチスケ、なんだこいつら、ちょっと強そうだな。まあ、とりあえずステータス上げていこうか。うん、ストームチャージだな。ストームチャージ打って、ちくわブースター、最適化デバッグじゃなくてスーパーチャージ。うん、催眠構成、ちょっと片方沈ませたいな。片方ちょっと、こいつ寝そう、こいつ混乱しそう。うん、オンロボ切る人、オンロボ、オンロボでスーパーチャージ効かない、眠らなかった。オッケーオッケー。じゃあ切る日、じゃあ切る日スーパーチャージ、オッケーオッケー。あー、効いてない。あー、寝た。効かないか。雷落としってさ、ちなみに電気タイプに通るのかだけちょっと見せて。はい、わかりました、すいませんでした。はい、すいませんでした。もうスーパーチャージは十分、積んだんで、まあメガスラッシュしかないんだよな。キルヒ鬱陶しいから、キルヒから倒そう。うん、なんか赤くなった。あ、間違えた、攻撃しちゃった。草、大丈夫、オッケー、ナイス、よし。うん、ヒットポイント問題ない。さあ反撃しようじゃないか、鼻くそキャノン。キルヒから倒す。問題ない。鼻くそキャノンも、攻撃力スーパーチャージで上がってるから50何本は入るね。ウィンドブレイク、ウィンドブレイクどうだろうな。あい、強い。ウィンドブレイクでいこう。うん、瞬間冷凍、メガスラッシュ、オッケー。あとは一人なぶっていこうか。もう問題ないでしょ、鼻くそキャノン。メガサシアップテンション、え、めっちゃ上がるやん。攻撃、まあ回復しないでいいんじゃないかな。オッケー、余裕だね。うん、負けるとは思ってなかったよ。でもちょっと楽しかった、ありがとう。味噌バッチ、うん、味噌バッチと、これから、違う、これは俺からのちょっとしたお礼だ、受け取ってくれ。技ディスク D-3、漏電砲、敵を攻撃し麻痺させることができるしびれ技だ。はい、最後のジムがかなり手強いだろうけど頑張れよ。1700円。あ、もう、あ、そっか、次最後なんだ。うん、ありがとう。道具、技ディスク D-3、漏電砲、草は覚えられないよな。うん、だよね。じゃあアマゾンので、はい。で、気合切り、あ、気合切りは秘伝だからな。メガクローが両方覚えられないから、
ちなみに漏電法とは？あった。電撃を浴びせ相手を麻痺させる。強そうだね。ビリビリと同じだよね。うん、ビリビリより、うわっていうか MP 消費すげえでかいな。これこれ強そうだな。使ってみよう。うん、よし、とりあえずここをクリアしたんで、次は右に行ったらいいのかな。これなんか出たら戦いとかありそうだからな。セーブしようか。よし、あ、なかった、何もなかった、よかった。